最初、はい、ツーリングモードの方がいいかもしれないです。ツーリングモードがいい、はい、はい、で、本当にムルチらしい滑らかさが入る、はい、はい、で、後でスポーツモードとかに変えると、はい、お、すげえってなります。なるほど。回すと本当飛び出るぐらい。へえ。マジっすか。まあまあ、それそうっすよね、でもね。で、グリップヒーター、あ、ついてるんですよね。はい、ここです。ハイにすると、はい、暑かったんで、はい、ミディアムぐらい、ミディアムぐらいで、ありがとうございます。で、あとシートヒーター、ね、はい、タイは暑かったんで、はい、ロード、ね、あ、でもロード、わかりました、はい、接続で、多分これでつなげに行けるかな。来ましたね、来ましたね、はい、で、はい、ということで、始まりましたメルティストラーダ J4 1日クーリング編です。まさかのこんないい日に GoPro が壊れる、っていうか元からたまにあったんですけど、あのこの日はがっつりメディアモジュラーが調子悪くて、この後もあの音入ってたりとか入ってなかったりとか結構繰り返してるので、適宜アテレコしていきたいと思います。そしてですね、これ早速ちょっと音消えちゃってるんですけど、自分があの重度の花粉症でして、当日も今日も結構あの鼻詰まり声だったりするので、あのご了承ください、すいません。ということで、ドゥカティライフスタイル東京さんで、ムルティストラダ V4S を借りて、試乗開始です。まずあの足つきなんですけど、あのシートの種類とシートの差し込み方によって、合計3パターン、ありまして、今ですね、試乗車でご用意いただいている欧州仕様が、860か840で、日本仕様だと840か820センチで選べるみたいです。でパニガーレ V4 がシート高を830、みたいなので、まあ、ご自身の、足つきと、参考にしてみてもらえればと思います。今回の試乗車はシート高840センチなんですけど、自分の身長175センチだと特に問題ないので、この選手は840を選択しようと思います。今試しているのがオートクルーズなんですけど、これは完成度相当高いですね。あのボッシュのセンサーが前後についているということで、あのいい意味で車と同じ感覚で乗れるかなと思います。あの減速時はじわーっと減速していくし、加速時も同じく、お前らとにぐーっと、速度復帰してくるっていうところで、長距離ツーリングにはやっぱ欠かせない機能だなっていうのは思いました。で、加えてあのブラインドスポットディテクション BSD っていう機能が今回ついてるんですけど、これもあのしっかり機能してくれました。まあ、車が、横にいるときは、ミラーのところですね、オレンジには点灯しないんですけど、ちゃんと斜め後ろの四角ゾーンにいるときだけ光ってくれるっていうのは結構感動しました。ただまあ、今まではこう BSD なしのバイクに乗るのがみんなにとって当たり前だったように、まあ、そもそもバイク乗りって結構確認の癖はかなりついているわけで、まあ、この BSD がまあどのバイクにもつくようになるまでは暗黙してしっかり確認していくことになるんじゃないかなとは思います。あとは、これ設定で変更可能かもしれないんですけど、ツーリングモードの時は BSD 機能したんですけど、スポーツモードの時は BSD 機能しない、設定だったのかな。なのでそのあたり注意が必要かなと思います。まあ、基本的に高速道路を走るときはツーリングモードにしておくのがいいのかなと思いました。このシーンで何を話しているかというと、ドゥカティコネクトで利用できるナビアプリ、サイジックについて話しています。今回まず、湯河原町を目指してナビセットしたんですよ。で、渋谷からまあ湯河原で、そうすると小田原次有料道路を使って小田原西インターで降りるはずなのに、大磯で降りろって言ってるんですね。これは結構致命的かなと思いました。で、サイジックの欠点をまず挙げるとすると、これはサイジックだけの問題じゃないんですけど、ドゥカティと連携する上でこのムルティストラーダ上で検索すると手間がかかりすぎて、結局スマホで都度検索してつなぐみたいな形に、なっちゃうかなっていうのは一つありました。日本語入力が今の対応できてないので、ローマ字で毎回打っていくことになるので手間かなと思います。で、2つ目が、それをスマホで探したとしても検索結果が結構乏しいんですよ。全然出てこないし、かつあの関連性の低いものが上位にバンバン出てくるので、そもそも目的地を探すのに時間がかかるっていうことで、あとは単純に今言った通りルーティングが謎っていうような、欠点があるかなと思います。で、実際にサイジック、この日何回かちょっと無理で使ってみたんですけど、検索して場所を探していくのは正直かなり無理があるので、
Google マップで調べて座標情報をコピーしてサイジックに座標情報を持ってきて検索するっていうやり方をやってました。なので、まあ、サイジック使われる方は、今みたいに、Google でまず座標情報だけ引っ張ってくるっていうことをお勧めしたいと思います。ということで、まあ、自分は、このサイジックは当面使わないかなと思いました。ただこのサイジックなんですけど iPhone 向けに初めてナビアプリを提供した会社、ということもあって App Store のレーティングで 4.1 を獲得してるんですよね。ということは多分欧州では結構使われてるんじゃないかなと思います。なので、まあ、あの日本向け、まあ、日本で使ってる方ってほぼと見たことがないので日本向けのローカライズを結構頑張ってもらいたいなと思ってるんですけど、現状まあデュカティコネクトを採用しているバイク、つまりまあサイジックを使うことになるバイクっていうのが基本的にはこいつだけということもあってあのローカライズの時間っていうのは結構かかるんじゃないかなと思います。まあ、このあたりはあのモトクロスさんもデュカティコネクトに Google マップを追加してくれと要望を上げているとおっしゃってました。自分はサイジックの紙アップデートが来るか Google マップに対応するまではスマホホルダーをつけてナビの代わりにしようと思ってます。はい、ということで、ですね、今ですねどこにいるかっていうと小田原の、パーキングエリアにいます。朝ごはんを食べてなかったので、このですね足柄牛コロッケ見えますかね、これかな、ピンタッタから、これそう足柄牛かな、コロッケとここに書いてある肉巻きドッグを、食べに立ち寄りました。はい、バイクはねここにあるんですけどちょっとまた後で、外観ねしっかり撮りたいと思います。今回 の、 あの風よけウィンドシールドなんですけど走りながら手で、高さを調整できるっていう点と左右に片方向の風よけをするシールドがついたっていうことが変更点になります。でこのシールドが本当に良かったですね。あの上と下両方試した結果ずっと基本的には上に上げた状態で乗ってたんですけどあの普段バイクに乗って疲れるっていうのはもう風のせいで疲れてるんだっていうことを実感しました。で、ちょっと多少ねシールド上げると風は感じるんですけど押されるほどの風じゃないというか結構マイルドな風ぐらいに、まあ、軽減してくれてるかなと思います。でこのシーンなんですけど、結構時間もう押しちゃってたのでターンパイク乗ろうと思ってるんですけど、ターンパイクですね左行かなきゃいけないのに右側行っちゃって、この後で U ターンして、ターンパイクに、乗っていくというシーンになります。はい、ということでこのバイクの大きな特徴の一つであるスカイフックサスペンションについてここで補足していきたいと思います。でこのスカイフックサスペンションなんですけど、まあ、名前がイメージする通りこう空から吊るしているかのような乗り心地を実現するサスペンションで、自分これデュカティだけの技術だと思ってたんですけど、まあ、調べてみるとあの車向けに30年ぐらい前から ある技術みたいです。でこれをまあバイクに取り入れてるっていうのがまあ特徴みたいですね。で今走ってるモードを選択したモードはスポーツなので一番まあ攻める、モードなんですけどスポーツモードって、最初の設定がサスペンションの設定がまあミディアムになってるんですね。でスカイフックって硬さが上からハーデスト、ハード、ミディアム、ソフト、ソフテストって5段階で選べるようになっているので、まあ、その真ん中で、最初ずっと乗ってたんですけどまず乗って思ったのは、まあ、想像通りなんですけど路面からのショックをめちゃくちゃうまくやっぱ吸収してくるなっていうことをまあ感じました。であの普段パニガーレ乗ってるんですけどパニガーレだと、まあ、そもそもあの路面に制限速度50キロみたいなあの50みたいなプリントがあったりするんですけどもうああいうのもコツンコツンコツンって結構衝撃くるんですよ。で当然まあそれなくてあの高速道路の路面のつなぎ目あるじゃないですかガタンガタンってやつあれぐらいは本当になかったものにしてくれるっていうイメージでこれは本当に長距離ツーニングに欠かせない機能だなっていうふうに思いました。で一方であのドゥカティライフスタイル東京の人からあの段差も感じないんですよみたいなことはあの言われてたんですけど、まあ、これさすがにちょっと鈍感すぎるのかなっていうのは思いますね。普通にあのソフテクストにしたんですけど段差は感じました。なんですけどあのまあ多分それは半分冗談もあると思うんですけどかなり、小さな段差であれば基本的にそのストレスなく乗り越えていけるっていうことが、まあ、できるようなサスペンションなんじゃないかなというふうに思います。はい、で本来であればあのバイカーズパラダイス南箱根に向かうんだったらこうターンパイク登り切ったこの T 字路大観山のところを右に曲がるんですけどあえて左に今走ってるんですね。でなんでかっていうとあのちょっとですね先んじて、少しこうオフロード性能ですね、試してみたいなと思って、椿ラインの途中に人戸の岩屋っていうちっちゃな駐車場があるんですけどその奥に
なんか林道があったなっていう記憶があって、そこの林道に行ってみて、ちょっと、まあ、フラットだとだったと思うんで、まあ、乗ってみようかなと思って今向かってます。はい、ここだね、ヒトドの岩屋。さあ着きました。この奥にね、確かねダートがあったと思うんだよね。そう、ちょっとエンデューロモードに変えてみてみようかな。はい、あ、閉まってますね、ゲート終了です。あー、ゲートが閉まってますね。さすがにこれを開けていくことはできないので諦めたいと思います。ジョイスティックの場所とこの、ね、ウィンカーの場所を、ね、いつも間違えて、ジョイスティック操作したいのにウィンカーを操作しちゃうっていうのがこのムルティあるあるになりそう。音はね本当に静か、ウィーンウィーンって、まあ、本当に近所にあんまり気にしなくていいっていうのはメリットですね。ただパニガネみたいに本当にこうなんかやるぞみたいな音じゃないんで、まあでも長時間乗るんだったら絶対こういう方がいいと思うんですよね。耳疲れないし。見えてきましたね、バイカーズスタンド南箱根です。ここがね今日の1個目の目的地で、ここでちょっとバイク撮ったりしながら、まあ、その後のことは後で考えようかなって思います。やっぱね平日は本当にバイク少ないですね。はい、はい、どうも、はい、どうも、はい。はい、ということで、バイカーズスタンド、南箱根です。よいしょ、なんか撮影してますね、刀が撮影してんな。はい、着きました。じゃんじゃーん、シャキーン。どうですか、スクリーン、お顔、タイヤ、はい、ピレリって書いてますね。V4S ですね、はい。やっぱりこの1対1回でも言ったんですけど、ここのピンですかね、結構熱を外に逃がしてくれる。ラジエーターがやっぱりその何ていうんですか、バイクの人たちはこう、まあ、極端に言うとこう向いてるんですよね。なんで熱がライダーの足に来ないというのは、これはマジですね。むしろちょっとね足微妙に寒かったぐらい、シートヒーターがあったんでよかったですけど。いや、こんな感じですね。でこれがスポーツになるとマフラーがエアクラポのマフラーになる、あとはフロントフェンダーが、カーボンになるというところが大きな違いです。はい、はい、ちなみにね、ここにねモートコルスマークが入ってます。はい、あ、ここにね、ボッシュのレーダー、センサーが入ってるんですね、きっとね。なるほど。バイカーズパラダイス、南箱根にやってきました。はい。めちゃくちゃおしゃれなんですけどね、入場料がかかるんですよ。こんな感じで、ずらりと。バイクが並べてあったり、レンタルができたりします。自分が取った席はここですね。ガチな暖炉なんですよこれ、めちゃくちゃガチな暖炉で薪でやってるみたいですね。アパレルもいっぱいあります。来た来た、
どうも。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ピザも美味しそうですね。